皆さんこんにちは、出張ケア協チャンネルです。本日は重田ハウスさんの方にお邪魔させていただいております。今回は音楽の力を使って、介護業界や医療業界に対して新しい取り組みを始めていこうというプロジェクトが発足したとお伺いしましたので、その取材にお伺いさせていただいております。落合さん、深澤さん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。早速自己紹介していただければと思うんですが、落合さんの方からお願いいたします。はい、よろしくお願いします。一般社団法人日本音楽医療福祉協会の理事長をしてます落合と申します。よろしくお願いします。音楽のジャンルでですね、医療と福祉の方のからちょっと音楽活動を普及していくという活動をしてます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。おなじみ高澤さんですが、はい、改めて、はいはい、ご紹介お願いいたします。皆さんこんにちは、はい、日本の介護株式会社の高澤です。今日は向笠さんと落合先生と楽しい時間を過ごしたいと思いますので、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。早速今回新しくお取り組みを始めたという、はい、日本音楽医療福祉協会ですね。一つ目になりました。はい、ぜひちょっとその取り組みのご紹介からお願いいたします。はい、もう発足の認可が下りたのがもう今年の6月30日なので、はい、もう本当に出来たてほやほやの団体なんですけども、はい、今までこう福祉とかそういうところで音楽っていうとですね、レクチャーだとか、うん、ボランティアの音楽をこう訴求するというのは結構オーソドックスな関わりだったと思うんですけども、はい、今回社団法人の理事はですね、医療の関係の方がもうほぼで、音楽は私だけで、なので医療の方たちが考える音楽を提供できるっていうのが一番強いかなっていう特徴なんですね。だからもう本当に音楽をこうやって提供するときにこういろんなエビデンスを取りながら、確実にこう皆さんのためになるようなサービスというか、そういう提供ができると思ってます。はい、そうですね。ちなみに落合さんも音楽業界で本当にいいことだったんですか？そうですね、ニーボリギター音楽院というところで、はい、もう65周年か、を迎える老舗なんですけども、はい、20年間そこで指導してまして、うん、今回そういうツールをこう福祉とか医療の方に、提供できたらと思ってこの団体を設立したのが、ね、はい、趣旨ですね。これまでもなんかその音楽を使われて福祉とか介護とかそういったものでお取り組みはされてきたんですか？この団体前に特にその音楽、はい、平塚、神奈川県の平塚で教室やってた時も、はい、10年間ぐらいはもうずっとその慰問演奏という形で生徒さんと一緒にこう病院にお伺いしたりというのはやっててですね、はい、去年に関してはニーボリギターの少し外郭団体にはなるんですけど、はい、NPO 法人の学友会というところで、そういうところの、施設をお伺いしたりだとか、今日まあここ今撮影の場所になってるんですけども、はい、重田ハウスっていう、まあ、重田先生、認知症の第一人者の先生のこう啓蒙活動、その平塚のこのご生家なんですけども、そこでやってるこう活動の中でウクレレを使ったワークとか、そういうのもこういうふうにも開催してやらせていただいてます。はい、それはいわゆる音楽レクみたいな、ですね、何が一番違うかっていうと、はい、音楽の技術を、例えば音楽教室だと音楽の技術を提供するっていうのが一つのやっぱりツールになると思うんですけども、はいはい、皆さん認知症の方もそうですし、ご家族の方も一緒にここで集ってですね、ウクレレをこう共通の言語にしてコミュニケーションを取るような、そこにはスタッフの方もいたりとかして、ですからそのサービスを受ける側とこうそれを提供する側ってこう分けないで、そこにこう皆さんで共通するその認知症を皆さんでこう考えるというのをこう音楽で少しこうそういう風にやるっていう、後でちょっとやっていただけますけど、本当初めてですねこれはもうやらせなしで、いう形を取ってるんですね。特にその認知症の方ってやっぱりコミュニケーション、言語がなかなか、あと記憶のところとかがやっぱ難しいところがあると思うんですけども、音楽っていうとこう話さなくていいので、非言語をもっともっとそのちょっとこう合わせたりだとか、はい、歌ったりとかすることによって皆さんともう一体感ができるというのがやはりいいところだと思うんですよね。このちょっと私今日重田ハウスさん初めてお邪魔させていただいたんですけど、はい、こちらはそもそも何目的でどんなお取り組みをされてらっしゃるところなのかみたいな。去年の7月
月からですね、はい、シゲタハウスプロジェクトといって、シゲタ先生の方がやはり認知症ケアの その啓蒙活動をしていきたいというと、うん、そもそもシゲタ先生が、はい、日本認知症ケア学会の理事長、まあ、トップでいらっしゃる、すごいということがあるので、はい、実践をしていきたいということで、はい、地域の人を皆さん巻き込んで、コミュニティを作っていくっていうのが一番大きなコンセプトでスタートされています。でその一環で、そうですね、それを音楽のコミュニケーションの一つとしてツールで使ってる、医療で考えていることを、実践する場として、そうですね、こういう空間があって、はい、その中の一つで音楽を使ってっていう形で皆さんでコミュニケーション、はい、そんなプロジェクトが、もっとそれをこう解き澄ましたっていうか、はい、それをもっとこうダイレクトにやったのが今回 の日本音楽福祉医療協会。あ、そうなんですね、はい、先ほどメンバーで言うとお医者様、医療系の方が多いとは、もう本当に名誉顧問に茂田先生になっていただいてますし、はい、稲穂庄内稲穂クリニックの内門先生っていう、もう本当に認知症の専門医の先生がいるんですけど、はい、その先生はもう副理事になってて、ダイレクトに現場とのそのチャージっていうか、セッションをしながらやっていくっていう形ですね。例えばそういうこう音楽をウクレレとかを少しワークした人が何かちょっとこう調子が悪い時に、内門先生にこうオンラインで相談ができるようなシステムとか、逆になんかこう認知症になられたちょっとそのどうかなって疑うとかがあった時に、なかなかこう声をかけるっていうのがどこの機関でとかいうのを、逆にそのウクレレとかそういうレクチャーやりながら、実はこういうことがあるんだけどっていうのがちょっと言いやすくなったり、逆にその認知症の方たちにケアもするんですけども、そういう何て言うんですか、コミュニティ、地元の人たちが誰でもこうちょっと認知症の相談ができるようなものを音楽のツールで提供するっていう、趣旨なんですね。はい、なんか以前ちらっとお伺いしたのは、なんかその音楽の力によって例えば認知症であるとかも、なんか改善というか、良化傾向になるみたいな、なんかそんな力があるみたいなのをちらっとお伺いしまして、で若干本当なのかなみたいなところも思っちゃったりするんですけど、なんかそのあたり音楽が持ってる力っていうのはどう感じに1年間、去年本当にそのいろんな施設にお伺いしてすごく感じたのがですね、1週間前に会った方が私の名前を覚えてないこととか結構ザラだったんですね。でありがとうって言ってて戻ったら、次の時行ったらあなた誰ですかから始まるんですよ。まあそうですよね。ただそれが例えば童謡であるとか前に歌った曲を歌った後に思い出すんですよ。そういう傾向と、あとはその音程をこうやって取って一緒にちゃんと歌う、これが例えば CD とかじゃなくて生のプロの本当の演奏家がちゃんと旋律を取りながらこう取ると、音程を取るこういう能力っていうのは高い低いっていうのをこう認定するのと、位置を方向を認知する機能って一緒なんですね。なのでその今こうなかなかこう迷子とかそういう行方不明の方のこう、多いじゃないですか、そういうのも例えばそういう音程が取れるということと位置が分かるっていうのは絶対に比例するので、そういうところでこうチャージするとまたちょっと違うなっていう、なので回想法っていう一番その音楽でいうとそれが一番それになるとは思うんですけど、そういうものはやっぱり実感しましたね、まあ昔の音楽聴くとその時の記憶よみがえるみたいな。そうですね、それが一番昔やった、例えば小学校の頃やった国語の教科書の何ページをこうやって読み返して思い出してごらんっていうのは難しいと思うんですよね。確かに、ただ音楽で小学校にやった時の曲を歌ってごらんなさいっていうと、例えばふるさとであるとか、例えば歌えないってことはなかなかないこと。確かにそうですね。あと歌い出しをちょっと思い出せば、そうですね、歌える感じしますね。で歌を覚えてるんじゃなくて情景を覚えてることが多くて、例えば小学校でこういうところで誰さんと歌ったよねとか、記憶がずっとこう蘇ってくるんですね、それが一番その記憶をこう思い出すときにチャージできるので、それが一番その例えば言語で何かをこう何々さんとか去年先週これやりましたよねみたいなことじゃなくて、音楽をパンと聴かせることによって歌った後への効果が全然違う。なので歌った後に僕を思い出すんです。本当にこれびっくりしました。なので毎回そういう感じ
を受けたので、はい、やはりこれ音楽をやった後にコミュニケーションを取ったら、うんうん、もしかしたら皆さんスタッフの方僕だけじゃなくて例えば歌ってこう最初にこれレクチャーしたらスタッフの方と一緒にやった方はコミュニケーションが取りやすいんじゃないかっていう、はい、そういうこうレクっていうのは、はい、やっぱりその最初音楽家がこうやってパンって入ると、うん、多分童謡とかを歌ったりとかっていうのはやると思うんですね、はい、ただしスタッフの方と一緒に例えばレクをやるっていうと週に1回お伺いするとかになると思うんですよ、うんうん、ただ利用者の方ってそこに毎日いるわけで、うんうん、それだとやっぱりその効果が限定的になっちゃうんですよ、はい、できればそこのスタッフの方がより簡単に音楽を使ってそのミュージックセラピーとか音楽療法的なものができるっていうのがやはり目標になると思うんですけども、はい、ちなみにあの、まあ、今記憶のお話だったんですけど、はい、なんか認知症の方だとすごく怒りっぽかったりとか、はい、まあ、そういうこともあったりすると思うんですけど、はい、なんかその気持ちの面で落ち着く効果とかそういうのはあったりされますか？それがですね、はい、あの来る時間なんですね、はい、である施設だと3時から5時の間に来てくれる、はい、なんでかっていうとその時間が一番不安になる、あ、それで一番その精神的に不安になって徘徊しちゃう時間らしいんですね、はいはい、その時間に音楽を聴かせたいと、はい、ということでその時間にこうお伺いすることが本当に多くて、それとあとはそのご飯を食べる前なんで、はい、皆さんが歌うと咀嚼にいいと、その食べる力とかができるんで、はい、その時間にそういうふうにお伺いして、はい、精神の安定を取りながら美味しくご飯が食べれるようにするっていう、なかなかあのやはりそちらの現場の方の意見を聞いて音楽をやると、うんうんうん、もうそこもですね 3,4 ヶ月ずっとずっと通ってやっとたどり着いたところなんですけども、やっぱりちょっと違いますよね。なので音楽家が例えばいい演奏っていうのは、はい、コンサートを聴いて感動するのがいい演奏なんですけど、はい、そうではなくて利用者の方が記憶を思い出したりとか、はい、安定する演奏を心がけるっていうのとちょっと気の使い方が違うし、全くって言っていうほど違うかもしれないですね、はい、ある時その多機能型のその福祉の、はい、で1階と2階でやってたんです、はい、でまず1階から来てくれって言われた時に1階の雰囲気がものすごい暗いでどうされたんですかって言ったら、実はそのちょっと利用者の方がちょっと精神不安定になって、はい、もうちょっといろんなことがあってっていうのがもう本当にその雰囲気的に出てて、なので今日は明るい曲をちょっとお願いしますって言って急遽こうプログラムを変えて少しまあ、音楽的に言うと明るい曲を提供するとその雰囲気が変わるんです、うんうんうん、なのでその時のその現場の雰囲気によって曲を変えたりだとか、で2階に行くと全然また明るいんですよ、なので全然1階と2階でやる曲決めてたんですけど曲を変更してやったりだとか、そういうことによってやっぱり雰囲気変わりますよね、そういうのはやはりなんて言うんでしょう、そのボランティアというかそういう団体がバッと来てすぐ帰って、それもいいことだと思うんですね、地域のコミュニケーションには非常にいいとは思うんですけども、やっぱりその利用の方に寄り添う形っていうふうに考えるとやっぱり限定されちゃうんで、ここはやはりこういうふうにこう毎回できるってことを考えるとスタッフの方も一緒にできるようなコンテンツとツールっていうふうに、なので本当にですよ、こうずっと置いてあるんで、こうこれなんだと思ってる方も結構多いと思うんですけど、ウクレレなんですよ、ウクレレ、はい、ウクレレって、なんで私元はっていえばクラシックギターギターの先生をやってたんで、はい、別にウクレレ専門の先生ではないんですよ、はい、ただ全てをですね、例えば軽くて歌を歌えて、いわゆる楽器の中で一番簡単なのなーにって言われたらウクレレなんですね、うん、でこれを使ってその歌を歌ったりとかスタッフの方ができるのは結構簡単にできる、だいたい1時間ぐらいのレクを4回いただければ、はい、同様のある程度の大まかな曲っていうのは少し弾けるか、なので今日はいいですか5分ぐらいで少しちょっとそんなにこれはですね、本当にやらせ抜きで、本当にやらせはないですよ。ちょっとやってみましょうか。